海外旅行に行って、使い切れなかった、硬貨、コイン、どうしてます？気になる機会があったので、ご紹介します。ポケットチェンジー。海外の硬貨を、電子マネーに換金してくれます。対応するコイン派日本円、ウスドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンです。台湾ドル、香港ドル、シンガポールドル、タイバーツ派紙幣のみの対応です。換金レートは不明ですが、コロナのご時世次回いつ海外へ行けるかも、わからないので、換金してはいかがですか？不明コイン39枚って、多すぎだろ。両替できないコインは寄付することができます。両替後は明細をレシート発行してくれます。これだけ両替できませんでした。チェーン展開している、大黒屋さん、お宝屋さんなんかでも、買い取ってくれるそうです。ただし、100グラムいくら？のようなので、興味のある方は、問い合わせしてみてください。ご視聴ありがとうございました。